はい、柳瀬商店街非公式キャラクターの柳瀬です。よろしくお願いします。お願いします。はい、何ですか。非常識じゃなくて、はい、非公式やよ。はい、最近よくね言われるんですよ、非常識キャラクターって。そうなんですか。おー、本当にね。だってもうこの動きがちょっと今までのゆるキャラにない感じですもんね。非常識でしょ。非常識な感じですね。そうなんです、はい、最大の褒め言葉なんですね。あ、そうなんだ。そうなんです。いや、なんか可愛いですね。はい、じゃあ PR を始めさせていただきます。あ、じゃあどうぞお願いします。はい、改めまして皆さんこんにちは、岐阜の柳瀬からやってまいりました、柳瀬商店街非公式キャラクターの柳瀬です。はい、ありがとうございます。まばらな拍手ありがとうございます。はい、皆さん写真撮るのが一生懸命、ね、忙しいですからね、口で拍手もしていただきたいなと思います。はい、じゃあ早速今日はねあんまり時間がないですから、どんどんと PR をしていきましょうか。まず柳瀬の、プロフィールを簡単にお知らせします。実は名古屋に来る機会があんまりないもんですから、三重県とかね滋賀県とかしょっちゅう行ってるんですけども。そうなんですか。はい、名古屋にはあんまり来てないもんですから、はい、名古屋の皆さんにちょっとしていただきたいなと思います。はい、柳瀬はですねこう見えて身長が8センチです。